さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。ストリートファイターコラボもある、月曜日からフェイトもある、そんな中やってきました魔法石10個スーパーゴッド S。 タイミングはいつもスーパーゴッド S って悪いんだよなマジで。まあ、そんな感じで見ていこうと思いますが、今回のスーパーゴッド S はこんな感じ。確率に関しては武田信玄と上杉を除くと 33% でフェス源が出ます。武田と上杉を入れると 36% でピックアップが出るガチャとなっています。でこんな感じで、今回は超転生じゃなくて普通の覚醒なんで、超転生とかをゲットすることはできません。正直山竹の超転生出るなら普通に欲しかったんだけど、そういうのは出ないっぽいですね。まあそんなこんなで今日は魔法石10個スーパーゴッドS引いていこうと思います。50回引いてね、まあ確率見ていこうと思いますが、正直言いますね。正直、今、ゴッドSはまだ引かない方がいいです。引くべきタイミング言います。明日のフェイトが めちゃめちゃゴミで、明日のフェイトがめちゃめちゃ弱くて、かつ、まあ、ストリートファイター引かなくてもいいかなっていう人ぐらい。うん。で、まあ、ティオーレとか、プリシラとかってやっぱ強いんだけど、やっぱりね、これほんと大事な話なんですけど、ゴッドSのキャラって狙っちゃダメなんですよ。これ意味わかんないと思うんだけど、本当にゴッドSのキャラって狙っちゃダメで、狙うと石が無限に飛びます。例えば今回の動画、じゃあ50連でね、ティオーレ出るかチャレンジしてみましょうと、ティオーレってことにしておきます。先に言っておくと多分出ないと思います。確率自体が 1.5% なんですよ。15。で、1.5% なんて確率っていうか、なんで66分の1か。66分の1でしか出ないんですよ。だから、これもう本当に言っておきますけど、何々が欲しいから引こうっつってゴッドエース引くのは、もう死んでもやめた方がいいです。めちゃめちゃ大富豪の人限定。例えばもう俺ぐらい課金して、もうバカみたいに課金して、もう毎月の課金が30万ぐらい余裕で超えてもいいですって人ならまだいいと思うけど、多分 YouTube でもやってない限り、30万以上課金できる人ってほぼいないと思うんですね。多分 0.001% ぐらいなんですよ。10万人に1、まあ言い過ぎか、1万人に1人くらいだと思うんですね、マジで。なので、もう本当に、無理な課金はね、やめてもらえればなと思います。っていうぐらいゴッドS 一点狙いは闇なんで、まあ、ティオーレが欲しいとかプレシラが欲しいって人は、まあまあ、最悪ね、数回は引いてもいいと思います。2、3回ぐらいなら。でも、それでなかったら、きっぱりと諦める。本当にそれが大事です。もう、ゴッドS 狙い、フェス券が欲しい人。俺、フェス券が欲しいわって人が引く分には全然いいと思うんだけど、フェス券の単体狙い、一点狙いですね。っていうのは、もう本当に闇でしかないので、絶対やめておくことをお勧めします。まあ、多分今までパズルやってる人なら結構知ってる人多いと思うけどね。今回あまりにもティオーレプレシラがサブ要因で強いので、結構話題になってるんでね、一応言っておきました。はい。てか、ティオーレとプレシラとかさ、まあ一応ね、一応クラウスもいるけど、クラウスは気候上以外あんまり使わないからちょっと例外として、ここら辺の2体さ、実装当時から評価ガラッと変わってるよね。特にティオーレ。そう。だから言ったじゃないですか、僕は。本当に、あれですよって。無理な交換はやめた方がいいですよ、つって。そう。いや、本当にこういうことで、やっぱ実装当時正直3体ってリーダー性能しか見られてなくて別にそんな使わないだろってなってたんだけど、結局その後サブ性能をね、評価されて強い強い言われてるわけじゃないですか。だからやっぱりね、メダルってね、残しておくのが一番いいんですよ。無理な仕様は本当に良くない。何も考えずにメダル使っちゃうとね、後から使いたくなった時に選べないんですよね。例えば、未だにメダル残してる人もほぼいないと思うんだけど、まあ一応あれなんですよね。その、未だにどこで使いたいかっていうのを考えて選べるんで、まあ基本的にメダルはやっぱ残すべきなんですよね。まあぜひ今回やらかしちゃった人はね、正直強いんですけど、まあ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 、まあまあまあって感じなんで、まあ1年後にね、備えてね、練習しておいてもらえたのかなって感じですね。10周年の時に多分もっと強いやつ来るんで。お、ミヤード先輩ですね。てか、マジミヤードの話していい？もうその10周年に強いキャラが来るとかって先の話置いといて、ミヤードの話したいんだけどさ。ミヤードマジで弱くね？これなんでミヤードってこんな強化されないんだろう？ちょっとわかんないんだけど、個人的にミヤードが今まで使われてる状況をほぼ見たことがなくて、なぜミヤードが強化されないのかがわからないんですよね、本当に。僕、ミヤードマジで一番最初に強化されてもいいですけどだと思ってて、そのレベルで弱いと思ってるんですよ、ミヤードは。けど、ミヤードって全く強化されないじゃないですか、なぜか。本当になんでなんだろうね。僕的には今一番強化されるべきフェス源はマジでミヤードだと思ってます。ガチで。やっぱね、まあ、実装当時の性能から変わらないのは仕方ないところではあるんだけど、24連。
こういうことされると俺の前説が、前説っていうかその前振りっていうかフラグがなんか回収されるとちょっとまずいんだよな。あれユーコルさんみたいになっちゃうんだよな。まあ、うん、そっか。ちなみに個人的に欲しいキャラはプリシラかクラウスですね。クラウス結構持った気がする。プリシラ2体かな、まだ全然持ってないから持ってほしいな。クラウス何体だっけ。クラウスもでも5か。まあ言うて言うてあれだね。テオリは一番いらないんですよね。テオリ9体とか持ってても何も使わないから。まあ、正直プリシラも3体以上使うかって言われたらほぼ使わないけど、やっぱせっかくならね、いっぱい持っておきたいんで、できればプリシラ来てほしいよな。だからゴッドエースをいっぱい引くようになって問題点が起きて、なんかね、キャラをね、残したくなっちゃうんですよね。わかります？なんかね、大魔女とかね、最近交換に出せなくてちょっと。なんか大魔女艦隊とか、大魔女一面とか作ってみたくて憧れるからさ、なんかもったいなくて逆に作れないんだよね。で、まあ、なんか交換のためにも使えなくて。で、交換のために使えないのは最悪いいんだよ。まあ、引けばいいから、もう。最終手段で引けばいいから。引けば結局ね、そのコラボのキャラが出て交換できるからいいんですけど、問題はモンスターポイントなんだよね。ゴッドエースの隠れた旨味って売却だと思ってるんですよ、僕は。まあ、プラスを安定して回収できるっていう点と、かつモンスターポイントを回収できるっていう点がやっぱ上手いと思ってるんだけど、なんかね、そのね、大魔女売りたくなくなっちゃってね、そっからモンポがマジ足りないんだよね。で、モンポがないと遅延がないから動画が撮れなくなるっていうね、負のループだよね。てか、本当はね、ダンジョン周回しろって話なんですよ。遅延とかキラーとかね。めんどくさいんだよね、今更。例えばさ、裏修羅みたいに美味しいダンジョンがさ、あればね、回るんですけど、結局今更ね、なんだろう、まあ、例えばなんだけど、裏異業とか、で、キラー集めろって言われても、あんまり裏異業やる人なんていないと思うし、まさにあの前回のさ、ブラフマードラゴンか。あの時めっちゃ良かったよね。キラー集めながらブラフマードラゴン。マジで。それはもう、じゃあ、さっきの話は全部なかったことにしよう。な。うん。もう全部なかったことにします。そうなると全部なかったことにしておきます。はい。なんかね、キラー集めとかって言ってもめんどくさいし、あとなんだろう。プラス集めだったら、あ、遅延か。遅延集めだったら、まあ、時々来る遅延ダンジョンなんだけど。結局俺周回しないんだよね。俺マルチ好きなんだけど周回。マルチ周回はやるんだけどね、ソロ周回マジでやんなくて。結局さ、3倍ってさ、3ターンに1回でいいし、で、2人マルチは2ターンに1回でいいじゃん。だからめっちゃコスパいいんすよ。けどソロ周回って全部自分じゃないですか。結局ね、そのね、自分がかかる手間を考えるとね、マジソロって効率悪くて。まあいい点で言うと、自分で周回できるから好きなタイミングで周回できるっていうところなんだけど、結局マルチの方が楽なんですよね。だからもう何かしら遅延とかっつっても集めらんなくて忘れちゃって、で、かつまた素材が枯渇するっていうね、負の連鎖にね、陥ってます。いや、マジでね、素材とかいっぱい確保してる人はね、すごいと思う。例えばキラー30種、あ、間違えた、キラー30個以上持ってますみたいな。超羨ましい。俺マシンキラー4つだもん。本当にね、時々ね、フレンドさんに頭下げてキラー分けてもらってるんでね、動画撮れない時は。お願いしますってトレードに出して。いや、でも本当にそんなんだよ。もう、足んねえもん。だって。しかもさ、結構まあ動画とか撮ってるとさ、もうキラーの消費やばいじゃん。で、かつ周回もサボるからほんと地獄なんだよな。マジで他の YouTuber さんとかってどうやってキラーとか集めてんのかな？ちゃんと頑張ってんだろうな。とある一人のね、あのね、方のね、配信見てたんだけどね、キラーとか999個持っててね、うわっ、ってなった。え？はぁ？じゃあ、まじ、西が500個あれば引いていいと思います。じゃあ。出すぎやろ、さすがに。そんなでいい？まあまあ、66分の1だから確かに確率上は出るかもしんねえけど、4体は出すぎでしょ。あ、そっか、一応、いや。まあ、じゃあ、もう引いていいかな。うん。そんなに出るならもう引いていいわ、じゃあ。なんか最近俺ガチャ運いいけど、そのガチャ運がいいとガチャ運悪い人向けの解説が全部嘘みたいになるから嫌なんだよ、本当に。まあでもまあ闇だと思うんでね、あんまり無理して引くのもお勧めしませんが、まあ引く人はね、一応参考にしてみてください。じゃあ、50回引きましたね。ちょっと1回分余裕に引いてる気がするんだけど、はい、結果はこんな感じでした。51連しちゃいましたね。まあ別にいいや。ちょっとガチャ券使わないんで売ります。なんか特別引きがいいわけでもないんだけど、なんかいい感じだね。武田信玄が、から始まって、こんな感じで、ティフォン引いて、ファスカ引いて、闇カーリ、ライジン、ミアーダ、ライジン、で、チューレ、で、パイモン、
で、クラウスですね。そして、パイモン。で、武田信玄、キョレ。そして、パイモン。で、闇カーリー。で、プリシラで、武田信玄からのキョレって感じ。もうフェス現実に関しては、まあ、こいつら別にいらねえから一回売って。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、15体か。50分の15だから、だいたい33。え、めっちゃ確率通りやん。え、ちょっと低いか。30% か。30% ですね。まあ、ちょい確率したぐらいか。ただ、このね、新フェス限に関しては、なんと5体でした。まあ、ただ、あんまり出ないと思うんで、無理なガチャはお勧めしませんが、まあ、もし引こうと思ってる人はね、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ、本動画終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。ごちそうさまでした。バイバイ。